こんにちは、粟田洋介です。今日は人の真似をしても良いというお話と、単に真似をすることとインスピレーションを得ることの違い、それから私も人の真似をして絵を描いてしまって、その絵を描いている映像と、人の真似をすることに罪悪感を覚える必要がないというお話をしたいと思います。人の真似をしても良いということなんですけど、もちろん盗作なんてしてはダメです。ただ人からインスピレーションを得ることで自分の表現の幅が広がるので、真似をするということは言葉を変えれば影響を受けるということです。これは私の個人的意見に過ぎませんが、言葉の通り真似しただけなのと、影響を受けたことを自分の作風に取り入れていくこととでは全く違うことだと思います。先日個展会場で絵を描いたんですが、その日の朝偶然インスタグラムの広告に出てきた知らないアーティストの作品を見ました。なんか村の白地になんかカラフルななんかモチーフみたいなのが書いてある作品でした。なんかいいなと思って、白地になんかカラフルを取り入れてみようと思ってね、その日は絵を描いたんですね。その村の付け方っていうのは自分の付け方でやったので、全く違う感じになりました。人の真似をすることに罪悪感を覚える方もいらっしゃると思います。なんか絵を描いたはいいんだけど、なんか誰かの作風とちょっと似ちゃったっていうことで、これじゃ誰々の真似じゃないかと思って自分のオリジナルじゃないって思っちゃったりとか、あとは誰かの作品になんかすごい気に入った部分があって、それをちょっと取り入れてみたいんだけど、それをやるとパクリじゃないかと思っちゃったりして、真似をすることに罪悪感を感じている人を見たことがあります。私も昔そういうふうに思ったことがあります。でも最初にも言ったように、言葉の通り真似盗作っていうかね、コピーをするんじゃなくて、誰かの影響を受けて、まあそれを自分の作品とか作風に取り入れて、でね、ちゃんとしっかり自分で消化して自分のオリジナリティもしっかり出して表現している作品であれば、人のアイデアなんてどんどん取り入れたらいいと思います。人はみんな誰かから影響を受けたり真似をしたりしているものだと思います。それで自分の独特のスタイルを身につけているんだと思っています。私もこの何十年も間、無数の人たちの真似をしてきました。まあこれも私の個人的意見というか、まあ基準に過ぎないんですけど、なんか誰かの真似をして作品を描くときは、その作品ができたときに誰かに見せて、この作品誰々の真似したんだよねって言ったときに、それを見た人が、ああ言われてみればとか、なんか全然違う作品じゃんみたいな、まあそんな感じですかね。現在私が誰かの真似をするとしたら、なんかいいなと思った一部だけを取り入れて、まあ、あとは自分のスタイルで描くといった感じです。まあ、それも私が昔自分のスタイルとか掴みきれてない時、自分の作風を模索してる時なんかは、結構そういう風にね、取り入れるっていうのはすごく難しかったです。そんな時は模写してもいいと思います。模写っていうのは、なんか見たものをそっくりそのままに描くってことです。でも模写は練習のためなので、どんなに上手に描けてもそれが自分の作品だって公開してはいけませんけどね。私は模写って数回しかしたことないんですけど、まあ自分らしい作風っていうのが描けるようになるまでもう何年も何年もかかりました。まあ今でも人に影響を受けたり、まだまだ成長し続けてる段階ですけどね。でカラフルな部分なんですけど、まあ、全然違う色、自分のその時の気分で選んだ色を使って自分のスタイルで仕上げました。
この話なんか関係あるかよくわかんないんですけど、たまに私の作品を見てピカソみたいな作風だっておっしゃる方がいらっしゃいます。まあ昔は10年ぐらい前とかまではそういうふうに言われるとピカソの真似をしてるだけなんだろうって言われてるみたいですごく嫌だったんですけど、今では、まあ、形を崩して描いた作風だという意味で理解しています。まあピカソの影響って昔に少なからずは受けたことがあるんですけど、私の作風とピカソの作風って全然違うんですよ。なのになんでピカソみたいとか言われるかっていうと、そういうことをおっしゃる方って私の作品にもピカソの作品にもさほど興味がないとか好きじゃないとか、もしくは嫌いだっていう方々なんじゃないかと思います。まあ私は全ての人から好かれるとは思ってないんで全然そんなこと気にしないんですけど、何が言いたいかっていうと、人は自分の興味のないものはみんな同じに見えるか似たように見えるものなんだと思います。例えば音楽とか自分の好きなジャンルの曲だと結構似てる曲でも、あこれいいね、あこれもいいねって思うんですけど、全然興味のないジャンルの曲だとなんか全部同じに聞こえるって思わないですか？なので例えば人から影響を受けて書いた作品でも、あなたの作品に興味を持っている方が見たらそれはちゃんとあなたのオリジナルな作品に見えているはずだと思います。ということで今日は人の真似、まあインスピレーションを得ることはいいことだということと、盗作は絶対ダメという話でした。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。